駆けつけていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんばんは。おばあさん皆様お疲れ様でございます。私は地元ではないんですが、こちらの行動は前からネット上で注目をさせていただいておりました。大きく2点お話をさせていただきます。まず共謀罪が名称を変えて国会に提出されようとしています。かつてワイマール共和国を第三帝国に変質させたアドルフ・ヒトラーは独裁権力を確立しました。議会制民主主義の中から確立した3つの条件を満たして達成しました。1つは無制限の執行権、2つ無制限の立法権、そして3つ議会と政府を分離すること。秘密保護法をはじめ今安倍内閣がやろうとしていることは無制限の執行権を少しずつ手に入れようとしているということです。この流れの中にテロ等対策準備法案も位置づけられる。個々の法案の問題だとか東京五輪がどうのという問題なく流れそのものを止めなくてはいけない。そういう意味で私はこの法案には反対です。また100歩譲ってなるほど東京五輪ができなかったとしましょう。であるならば次元立法でいいはずです。なぜ恒久法になるのか、やってることは矛盾だらけです。そういう意味でもやはり無制限の執行権を獲得しようと一歩ずつ歩みを進めているとしか思えません。改めてこの法案には反対、当然賛成した議員も当選させてはなりません。さて、大きく2点目お伝えいたします。確かにこの国は憲法改正の危機、戦争の危機、先ほどお訴えのありました保育園に入れない、社会保障切り捨ての危機、いろいろ身の回りのリスク、生活を脅かすリスクがあります。しかしそれ以前に私が危惧しているのはこの国がなくなってしまうかもしれないというリスクです。今この国は福島第一原発事故、世界最大の核災害が現に進行中です。どうすれば収められるのか誰にも分かりません。さらにあと2つ、茨城県東海村にあります東海再処理施設、そしてもう1つ福井県にありますモンジュ、これの廃止措置も始まろうとしています。福島第一原発に関してはもう多くは語られていますが、すでにタンク内汚染水は96万トンを突破、月間入域作業者約1万人、平時平均作業者約6000人、毎月毎月これだけの方たちが被曝労働してなお収束の見通しが立たない。タンクも101万トン以上は確保してますが際限なく増えている。どこまで増えるのか、物理的には限界はある。どこかで破綻します。2つ目の東海最小施設、ここの東海最小施設には全国各地の原発から集められプルトニウム等の粉末を取り出すために裁断した残りカスともいえる高濃度の排気が残っています。残りカスというのはあまりにも高濃度です。430リューベイで放射能量は400ケーベクレル、奥ではなく腸ではなく K です。400ケーベクレル、この高濃度の排液が海抜6メートルの東海最小施設にそのまま残っています。6年前の地震では幸い破損はしませんでした。ただこの高濃度の排液の 1% でも流出したらどうなるか、 1% でも4ケーベクレルです。これがもし津波で太平洋に持っていかれたらどういうことになるのか、これだけのリスクを抱えた施設の廃止措置が今始まろうとしています。もう一つのモンジュ、政治的には廃炉が決定しました。ただどうやって廃炉できるのか日本で誰もやったことはありません。ナトリウムという冷却剤にくるまれている核燃料は外からは見えません。遠隔操作で取り出さなければいけません。しかも取り出した燃料は1本ずつ洗浄してナトリウムを落とさなければいけない。この設備も長期点検中の扱いで健全に動くかどうかわからないということです。どうやれば進められるのか、ちなみにこのモンジュ東海最小施設管理しているのは日本原研、日本原子力研究開発機構、略称 JAEA です。所管官庁は文部科学省です。日本原研は私は原子力規制委員会の会議傍聴に行ってますが、日本原研ははっきり言って東電より低レベルで悪質です。会議の時も態度がすごく悪いです。
東海最小施設の廃止は世界初、ナトリウム型ナトリウム冷却炉の原子の廃止は日本で初、東電よりレベルの低い日本原研が一体これをできるのかどうか、しかもそれを監視しているのが原子力規制委員会しかないという状況です。政治はあの状態です。とてもらないけど専門家のやることを監視する状態ではありません。この国一体どうなるのか。福市、門中、東海最小施設、私は廃炉三兄弟と呼んでますけども、このどこか一つでも廃止措置に失敗すれば放射性物質が放置あるいはダダ漏れ、現代日本は立ち行かなくなります。政治家を選ぶときには忘れがちですが、このリスクにきちんと向き合う政治家を選ばないと国を失います。国失ってしまえば憲法も社会保障もありません。すべてがなくなってしまいます。さあこれからこの廃止措置どう進めるのか誰にも分かりませんが、原子力政策は国策で進められてきました。国策とはどこで決めるのか、国会で決まります。具体的には法案と予算です。その法案と予算決めてきたのは誰か、国会議員、国会議員選んだのは誰ですか。私たち主権者国民、政治家が悪いとか原研が悪いとか文科省が悪いとか人のせいにしても最終的には解決しない、私たち自身の覚悟は問われている、こういう身近なアクションもそのことを確認するためにあると思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん原発のこと終わってません。今の話知らないことたくさんあったと思います。またぜひ皆さんも考えてください。続いて